这都是我的心情。再看看。美味しい。本当に美味しいですね。すいません。台湾の朝食も美味しいんだけど、やっぱお米食べたくなっちゃうんだよね、朝ごはんとこういう時に。週3で来てた時は毎回ここまでチャリで来て食べて帰りにパン買って帰るみたいな、いい生活をしてたの。ほんとハマりすぎてさ、いつも海鮮かゾンフって、あの総合、あれにしたらピータンとか獣肝とかいろいろ入るから、マジでなんかこんだけ入って100元は安すぎでしょ。小で十分大きいね。結構大きい。結構な量ある。ね、大ちょっと一人じゃ食べきれない量だ。イタリアトマトってのも気になるの。美味しいです。それは中山茂樹でした。バイバイ。